わーい、隣のトトロの部屋合わせのパズルだよ。ここから出していくよ。トトロで数字のお勉強ができるよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12個のこの木のパズルをこんな感じで数字の順番に並べていってみようね。まずは1から。1はこれ、これが1だよ。1の次はみんな何かわかるかな？2だね。2はどこにあるかな？ 2はここにあったね。2、これで1、2順番に並んだよ。2の次は3。3はどれかな？あったー、これが3だよ。3の次は4。4もすぐに見つかったね。これで、よいしょ。1、2、3、4。トトロと1から4まで勉強できたね。今度は4の次は何だったかな？ 5だよ。5をみんな探してみてね。これが5の数字だよ。5の数字はここに置こうね。5の次は6。6は、あ、これだよ。傘からトトロが目を出しているね。6。6の次が7。7はどこにあるかな？これが7だね。7の数字だよ。7の次は8。8は、これが8。トトロが月を見ているよ。これで5,6,7,8。 5から8まで並べたよ。8の次は9。9は、あ、すぐに見つかったね。これ9があって、9の次が10。10は2つ数字が並んで1と0だね。1と0。トトロが1と0を持ってて、これが10だよ。そして10の次が、これ、11。1と1。この2つの数字が並んで11。そして最後、1と2の数字が並んで、これで12。これで9、10、11、12。9から12まで。そしてこれで1から順番に1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1から12までの数字をトトロとお勉強できたね。